ま、30代、40代になって、お金がある程度自由にできる、えー、だったら、別に、その、飯代なんてね、大したことないんで <laughs>、あの、それぐらい別に出してあげりゃいいし、あの、次からは、まあ、リュウジさんも払ってあげた方がいいんじゃないかなって僕なんかは思っちゃったりとかします。あの、料理研究家のリュウジさん。 えー、すごく僕は動画、実は見たことないんですけど、どうやら、えー、港区女子に、えー、それもしかもなんか友達の20代女子に勝手に連れてこられたというか、連れてこられた港区女子になんで俺が怒らなきゃいけないんだみたいなお話で大炎上してると。俺は、 もうケチだと思われてもいいからこんなやつに飯をおごりたくねえみたいなお話が出てて、なんかせち辛い世の中になっちまったなあっていうふうに僕はちょっと思っちゃったんですよね。いや、それこそこれも青白王子が言ってたんだけど、いやなんかブランドのもののバッグをね、なんか見ず知らずの港区女子にくれって言われて、 プレゼントするのはムカつくのはわかりますけれども、別に飯代とか酒代とか、別に一人や二人おごってもいいんじゃねえのみたいなお話。まあこれはね、僕も、それはそう思う。正直。まあ30代、40代になって、お金がある程度自由にできる、えー、だったら別にその飯代なんてね、大したことないんで、<laughs> あの、それぐらい別に出してあげりゃいいし、だから女子だろうが、まあ、ね、 あの、おっさんだろうが、男だろうが、別に、その、なんていうのかな。金に余裕がねえやつ。で、今後伸びるかもしれないわけじゃん、若いから。いや、そういうやつに別に一回、一回ぐらい飯おごるのは、僕は別にやってもいいなと思うよ。で、そいつがなんか王兵で、 なんか、飯怒ってくんなかったから、晒してやるわ、動画を、みたいに言う、バカみたいな女だったとしても、それはもうなんか授業料だと思って、まあ、しょうがねえな、みたいな。まあ、正直、あの、キャバクラとか行くよりは、全然安いでしょ。えー、銀座のクラブとかね、あの、それ、もう座っただけで、いくら請求来んのかわかんねえ、みたいな。俺もあの、ろくに払ったことないんですよ、銀座のクラブとか。あの、先輩経営者に連れてってもらうぐらいでしかなかなか行かないんで。 まあ、そういう形でですね、あのー、なんていうのかな、僕もあの、たくさんおごってもらったんで、若い奴ら、これからまあうう、今はうぞうむ、今うぞうむでどうなるかわかんねえんだけど、そいつらに、まあ、たまたま知り合って、あのー、知り合ったんで、ご縁なので、これもご縁なので、ね、一回飯をおごって、お酒飲ましてやって、えー、まあ、その後ね、なんか、えー、そいつらが、 こう、また、その後輩たちにですね、同じようなことをしてくれればですね、こう、ギブギブのね、連鎖で、えー、良くなるんじゃないかなって、僕は思ってます。あのー、そうやって言われてね、腹立ってて、なんでお前、これ、こんなん連れてくんだよ、みたいな。あのー、変な奴が連れてきたら、その、紹介した人も、後で、なんでお前そんなん連れてくんだよ、みたいな感じで、まあ、反省もするし、なんか、 次からチャット考えて人選考えて紹介しようかなっていうふうに思うと思うんで、まあ、大した授業料じゃないんで、あのー、次からは、まあ、リュウジさんも払って開けた方がいいんじゃないかなって僕なんかは思っちゃったりとかします。えー、まあ、まあ、それはそうと、それ、それほどなんか今、格差が拡大というか、格差が拡大ってもちょっと変な話で、あのー、 今の世の中の構造として、ごく一部の、えー、人たちがスーパー金持ちになっちゃう。これはもう SNS 時代止めらんないよね。はっきり言って。いや、昔はさ、ほら、テレビのタレントとかもさ、バランスよく、その、突き抜けて稼げるみたいな人いなかったわけだけど、今もほら、約80億人に伝わるわけじゃないですか、SNS とかを、えー、通すと。 そうするとさ、やっぱフォロワー1億人とかさ、そういう、まあ、モンスターみたいな、あ人たちが生まれてくるわけですよ。えー、だから、それがグローバル化の時代なので、これしょうがないよね。でもそこを見て、俺の年収300万なんだけど、200万なんだけどって、それはまた、あの、インスタとかね、見えちゃうから、まあ、それがまた、そう、格,格差の可視化みたいな感じになっちゃって、イラッとするのもわかんだけどさ、だけどぶっちゃけさ、 じゃあ、年収300万の暮らしがめちゃくちゃその不幸かっていうと、それは100年前の人たちとかと比べたら全然幸せなわけですよ。ねウォーシュレット付きの水洗トイレ使えるし、コンビニ行きゃさ、何でも美味しいもの手に入るしさ、えー、インターネット使えばスマホでさ、どんなコンテンツにもアクセスできるわけじゃないほとんどさ、サブスクでムービーとかさ、ゲームとかさ、あの、タダで遊べるわけじゃん。 え、そんないい時代にさ、生まれてんのにさ、その一部の金持ちをさ、こう、羨んでもしょうがねえしさ、港区女子ディスったってしょうがねえんだよ。